漂流水とは、河川や故障の水のように完全に地表面に存在している水のことで、特に停滞していない水のことを言う。地表水とほぼ同義であるが、地表水が一部の故障水や水たまりなどの停滞した水を含むのに対して、漂流水には停滞した水は含まない。漂流水は表地面を流れているため、外気温の影響を受けやすく、水温の上下が起こりやすい。 また、大雨などによって、水質の汚濁を受けやすいため、水質は安定していないが、大量の安定した取水が容易である。高雨期限であるため、溶解性のイオンなどが少なく、優れた水道水源の一つである。さらに、一時的な水質の汚濁については、水の流れによって比較的早く影響を出しやすい。しかし、上流域に人間活動がある場合は、 有機化合物や栄養塩の流入などで水質が悪化することがある。日本における水源依存度は、漂流水が70%、地下水が25%であり、河川法が規定している水利権を得て、河川やダムに設置された取水施設から取水する。また、漂流水に多様な汚染物質が含まれていることがあるのに対して、地下水は比較的正常な状態を保っている。 特に、極めて浅い地下水である伏流水は、川床や河川敷の下にあたる、砂礫層を潜伏して流れており、上下を不等水層に挟まれた、透水層が河川と交わるときに、透水層内に生じる流水であることから、地中で露化されるため、漂流水と伏流水を比較した場合は、伏流水の方が、水質は良好である。 漂流水はミネラルウォーター類の品質表示ガイドラインにおいてミネラルウォーター類の中のボトルドウォーターに分類されている。漂流水の形成は以下に示す水循環における一連のプロセスに包含されている。漂流水にかかる問題を以下に示す。漂流水の過剰取水によって河川が干上がることに伴い世界的に地下水への依存が増加している。こうした 地下水への依存により、長い年月をかけて地下に浸透した限りある、資源である、化石水などの水位が急速に低下している。1990年代後半、生活形態の多様化によって、生活様式はエネルギー多消費型になり、それに伴って、排水や排気物の質や量は大きく変化しており、特に都市周辺地域において、 小規模未規制排水による漂流水系の汚染が大きな問題となった。河川低出汚泥には多量の重金属が含まれており、整地している場合には漂流水が成長であっても容易に溶出することはない。しかし、嫌気条件のもとでは低出汚泥の膜が破れやすくなり、流れが急変したりする条件を除けば溶解速度が最も大きくなる。ただし、 各半して長時間経過するとフロックの状態が変化することにより溶質が減少する。また、河川提出を例の溶質はほとんどが浮遊状態で溶解状態ではないため再び沈殿する。2011年3月の福島第一原子力発電所事故発生後に厚生労働省は降雨によって大気中の放射性物質が取水元に流入して 水道水中の放射性要素が高濃度になる可能性があることから、日本全国の水道事業体及び水道用水、供給事業体に対して、高後の取水制限を求めたり、放射性物質を低減するとされる活性炭や浄水場の野外施設を覆う、ビニールシートなどの利用検討を要請した。ありがとうございます。